はい、今日もあなたと百姓天国。はい、本日は8月13、はい、火曜日ですけどもね、人参とオクラのところに来ましたが、はい、こんな感じでね、昨日バッシャンバッシャンね、結構水やりましたね、2番手ね。それで今午前中ですけどもね、今日はとても日差し強いですけど、どうなってるかって、はい、こんな感じですね。多少湿ってますけどね、よいしょ、種出ちゃってる。多少湿ってますけどね、やっぱりもう乾いてきてるんですよね、外側からね。わかります、こんな感じですね。はい、でこれは午後になったらもう完全に乾いちゃうので、また夕方になってね、乾水です。毎日毎日、とにかく芽が出るまではね、できるだけこうやって湿り気をね、できるだけこうやって保ちながらね。なので必ず皆さん黒管理者はしないとダメですよ。絶対に発芽しないとは言いませんけど、例えばね、前も言ったようにね、じゃあ観光栽培でね、何ヘクタールね、千葉の時代の成田空港の周辺で人参作ってる人ね、いっぱいいるわけですけど、皆さんよかったらストリートビューでね、見てくださいね。奥行き1キロとかですよ奥行き1キロね、だから20ヘクタール全部人参っていう畑がありますから、それじゃあどうやって作ってんのって、わかります皆さんね。24時間冠水です、はいというのはオーバーですけど、夜中に冠水するんですよね。だから真夜中にね、こうシャンシャンシャンって言って、まあこういうこう大きいね、なんていうんですか、背丈1メーター50ね、背丈ぐらいのものをシャワーが立って、それがこう夜中中ね、冠水するんですね。だから12時間ぐらいやって、それが多分3日か4日で、ほぼ発芽していきますね。びっちゃびちゃですね、一歩も入れないぐらいびちゃびちゃにするんですよね。なんでまあそういうこう畑に冠水設備があるからっていうことですよね。そうしたらまあ日中も乾かないんですよ、それぐらいもうびっちゃびちゃにやるとね。そういう設備があればいいですけど、もう今井戸を掘ってもらうにいくらですかね。え、最後僕千葉出るときに井戸掘ってもらってね、いくらだったかな、55万ぐらいかな。で井戸屋さんっていうのはね、ポンプ屋さんっていうのは必ず水を出すところまで掘るんだけど、その深さっていうのはね、わからないので、だいたいこれぐらいまでだったらいくらっていう形でね。でだいたいポンプ屋さんはある程度予想を立ててね、この地域だったらこれぐらい出るっていうのは皆さんね、はっきりとある程度は目算は立ててくれるんですけど、僕だ何メートルだったかな、僕は17メートル20メートルいくかいかないかぐらいだったですね。まあ農業用水なので、よいこれせよいしょ、ここぐらいに売るか、はい、オクラ取りましょう。あのポンプ屋さん、やっぱりそういう自営業でやってる人面白かったですね。そのポンプ屋さん、親方さんがいるじゃないですか。多分僕よりかちょっと上なのかな、親方さんね。で、従業員というかスタッフの人がいるわけですよ。その人ね、こう笑っちゃいけないかな。全身タトゥーだらけなんですよ。おおと思ってね、多分若い頃やんちゃしてたんだと思うんだけど、でもね、その若いスタッフをね、怒鳴り散らしながらやってましたよね。はい、いいポンプ屋さんでしたよね。いや旦那さんよと、必ず出すから水は。ただ掘ってみてて分かんねえべ、分かんねえからさつか言って、必ず出すからって、自分のことポンプ屋って呼んでましたね。ポンプ屋もポンプ屋の意地があるからさって、必ず依頼されたからには水出すからとか言ってね、面白い人だったよね。やっぱああいうさ、個人事業主は面白いよね。独特なノリがあってね、俺は好きなんですよ、そういう人ね。自分のそのね、いろんなその田舎でさ、そういう仕事をおやりになってきてね、いろんなところを歩いて凝らしちゃってて、俺は好きですけどね、そういう人ね。
もうそうだよね。今おそらく井戸を掘ってもらってどうですか。最近井戸を掘ってもらっていくらでした。まあもうね100でしょうね、おそらく普通のやつでね。でああいうハウスとかのね専用のやつはね、あの圧力のあのポンプを置いても、あポンプというかその何ていうか圧力ガマガマっていうのかな、よくわかんないけど圧力のやつを置いてもらって、あれで昔はね100万だった、今だから倍で200でしょうね、おそらくね。200でやってくれるんですかね。はい、暑くて喜んでるのはオクラだけだね。ね、島オクラ今最盛期です。はい。うまそうやね。撮影しましたね、ごめんなさいね。特に話すこともないんですけど、お盆で皆さん親戚ね、どっか集まってあれですか、楽しい時を過ごしてらっしゃいますか。私はこの業界に入ってね、この時期はもうノア半期なんでね、この仕事をやってる限りお盆にどっか行ったりとかっていうのはもうないわけですけど、この辺が微妙。うまいけどね、ちょっと硬いかな。今の一番下のやつがギリギリってことは、これより上からできてるこれは全部柔らかいってこと、そう判断していいわけですよね。
こうやってね何本かあったらこうやって必ず下から取って、それが一番こうねギリギリかなと思うんだったらこれ捨てて、この上を取ればいいわけですね。これよりか上っていうのはみんなもう柔らかいって分かるわけですから、そういうふうにして取っていけばね、あのそんなに難しくないです。こうやってね何本かあるうちの一番下をこうやって硬い、はい、ということはこれは大丈夫、はい、こうやってだいたいね触ってすぐに分かるようになればそんな難しくないです。僕らはね、その判断を瞬間でこうできる、一瞬でできるかどうかですよね。1本目がちょっと疲れきていますかね、はい、あそこは取ってないな。はい、暑くて何も話す気力がないんですけどすいませんね。